ベクマルです。本日のお題はこちら、ビクターの UXW50CD カセットラジオに WMD デッキという変わったミニコンポ。どうやら CD 付近からなっているカタカタ音のよう。ついでに MD も入れてみましょう。MD からは特に匂いはしないようです。早速分解いってみましょう。まずは側面のネジを外し、背面のネジを外します。サイドのパネルは後ろに引く形で外れますので、ずらしていきましょう。背面のネジを外しましたら、フロントパネルを外していきます。そうそう、このコンポハードオフでイオンがするということで1100円で買ってきたんですね。直れば儲け物ですが、このコンポ自体2004年製ということで年季を感じますよね。どんどん分解続けていきましょう。こちらがフロントパネルを外した状態、 CDWMD、 一番上がカセットデッキ。カセットテープのデッキのコネクタを外しています。電源部分です。大きいトランスがありますね。結構凝った作りになってますよね。続いて MD 部分を外していきます。その前に CD コントロールの基板を外していきました。はい、 WMD デッキを外したら、やっと目当ての CD プレイヤー部分に到達です。フレキシブルケーブルを外して CD メーカーをじっくり見ていきましょう。はい、これが CD メーカーユニットピックアップ部分ですね。 CD は電源が入るとピックアップを最内周に動かすんですね。その時にこのインサイドスイッチを押すんですけれども、うまくインサイドスイッチが押せてなくてカタカタするんじゃないかなって、よく見るとこの金属板がインサイドスイッチをうまく押せてないということが分かりました。ですので今ピンセットで曲げたんですね。するとインサイドスイッチがうまく押せているようです。ではでは最速で組み立ていってみましょう。倍速倍速さらに倍速。組み立ての様子をご覧いただきます。さて、あらかた組み上がってきて、最後にカセットメカユニットを取り付けます。これはフレキシブルケーブルを取り付けているのです。曲げないように注意していきましょう。腹部のネジを止めていきまして、組み立てとほぼ反対の手順で組み立てていきます。全部組み立てないでですね、動作確認をしていきます。どうでしょうか。ではでは CD を挿入してみますと OK、 再生です。2曲目は無事かかりました。続いて4曲目も大丈夫です。やりましたね。
無事成功、テイクマルいただきました。エンディングいってみよう。ご視聴ありがとうございました。